視聴者沼子のカイトとノット、モーチです。はい、ということでですね、はい、皆さん空想科学読本という本を知っていますでしょうか？知りません。知らない。知ってはいます。俺らさ、図書室の入ったところにあるさ、こういう縦型のくるくる回るやつに入ってなかった？うんうん、入ってた入ってた。それかわかんないけど、見たことある。その本の内容としましては、まあ、例えばアニメでね、まあ、主人公のキャラのパンチはどれぐらいの威力なのっていうのを科学的に計算して、どんだけすごいんだよっていうのをいっぱい書いてある。すっごい面白い。面白いね。このキャラのパンチは何トンですとかなんかそういうぶっ飛んだ数字が書いてあるんで、ちょっとそれを皆さんに当ててもらおうかなと。あ、はいはいはい。じゃあもちろん俺らが知ってるようなキャラクターとかが出てくるってこと？そうですね。ということで、空想科学読本クイズやっていきましょう。空想全5問です。はい、はい、第1問、ポケモンのスマブラとかにも出てくる月光が、はい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 、技の中に水の手裏剣ありますよね。はいはいはい、はい、でっかいやつ。その手裏剣の衝撃の重さはいくつでしょう？うわー、重さだから何キロとか何トンみたいな。そうそうそう、そういうこと。水の塊が飛んでくるんだよ。まあ、じゃあヒント言いますと、はい、例えば野球ボールだったらどんなに速くても距離が遠かったらこう歪んでしまう、軌道が。でもその手裏剣はないです、軌道が。おお、相当速いよ。じゃあお書きください。もう勘だよ勘。じゃあもちくん、8万トン。めちゃめちゃいくじゃん。わからんもん。マジ基準がわからん。俺いいっすか？はい、200kg。キログラム？軽くね、それは。200kg。はい、どう？30トン。なるほど。あー、8万トンって相当。まあまあそう、8万トンぐらいかなっていう。シアン、そんな。正解は2300トンです。お前が一番近えよ。いや、お前だろ。おー、2300トン。2300トンです。ってくらって、すぐ来たら、やばいじゃん人間が。第2問、はい、おい、ポケモンのリザードン知ってますでしょうか？知ってる。リザードン、火を吹きますよね。はい、そのリザードンの炎は何度でしょうか？いやー、ちなみにリザードンの炎は岩を溶かしました。いやー、怖っ。岩とか相当だよ。いいでしょうか？はい、じゃあカイト。10万度。まあありえなくないんだよな。なるほど。ハルキ。12000度。なるほど。もち。1000度。おお、なるほどなるほど。結構現実的。正解発表いたします。はい、正解は4215度です。おお、一番近いこれだ。思った以上現実的なんだね。そうなんですよ。まあ、これの理由としましては、リザードンも何でも溶かせるわけなんですね。まあ、これあくまで推測なんですよ。物質が一番溶けないやつでも溶ける温度が4215度なんで、4215度なんだ。あ、じゃあもしかしたら1万2000度かもしんないし、10万度かもしんないってことね。それもあり。第3問。はーい。コナンに来た。出てきます。蘭姉ちゃんいますね。はい。で、作中でですね、蘭姉ちゃんはちょっと新一に怒りまして、うん、電柱を殴ったんですよ。おー。そうしますと電柱がね、手形に割れたんですよ。おー。そこから推測できる蘭姉ちゃんのパンチ力は、たって何キロなんだっていう。うわ、むずい。そのさ、そもそもパンチの威力をさ、表さないから、なんか速度だったらわかるけどさ、そのピンとこないよね。やった時のこの物体にかかる重さです、ね。あー、蘭姉ちゃんいろいろねパンチしております。電柱以外にも車とかね。すんなよ。死闘でね拳銃を切り落としたから。すごい。やばいじゃん。空手の達人なんだ。空手のレベルじゃねえんだよ。いいですか？はい、はい、行きました。ハルキ。13万トン。なるほど。餅。1トン。おお。カイト。5万トン。おお。ぶっ飛んでんな。正解は、はい、91トンです。よー、 あー、現実的なのかもどうかも。そうだね。手から91トンのパンチ出る女やばいから。しかも女だし、確かによくよく考えてみたら。男でももはやそこまでから変わんないですよね。第4問。はい。アンパンマンです。きたー、アンパンマン。アンパンマンのアンパンチ。これは乗用車が何キロで衝突した重さと一緒でしょうか？だから、まあ、バイキンマンの UFO を道に置いて、そこに乗用車がこう、フンって突っ込んできたら、うん、そのバイキンマンの UFO が、うらーんって行っちゃうぐらいの速度でしょ。はい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 。相当じゃん。相当だな、それは。じゃあ、持ち。はい。1500キロ。なるほど。わ、結構行くな、でも。歩き。時速350キロ。新幹線よりちょい早ぐらい。なるほどね。確かに。ガイド。900キロ。あー、意外とみんな。ガイダーぐらい、ね、いいじゃないですか。
現実的っちゃ現実的。まあまあまあ、まあ、正解ははい2万4000キロでした。早すぎじゃん。何それ。おい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 、何それ。え、あいつのパンチやばいよ。でまあよくよく考えてみたら350キロであのめっちゃ重たそうな機械が飛ぶかって言われたら微妙じゃない。そうか、まあ言われてみればそうだな。バイキンマンもなかなかやべえな。じゃなかなかやばい。声超でけえじゃん。じゃあ確かに。バーじゃん。ラスト問題。はい、はい、ワンピースから。うわ、国民的アニメ。ワンピースのサンジいますね。サンジなんと人間ながらにして空を飛べます。そうですね、はいはいはい、スカイウォークという空を歩ける技を持っているんです、うん、でそのサンジの凄まじい脚力、これは一体どれぐらいの速さなんだと。わかんねー。ここに空気がある、うん、その空気をその足でバンってやることによって、うん、この空気が一気に圧縮されるわけ。あ、ここのね、圧縮されることによって人が浮く。あー、うん、全然想像つかねえな、マジで。入りました。はい、文字10万キロ。弱い、これは過ぎちゃい。え、そっち。俺は行き過ぎちゃってると思ってる。マジか。俺は1万5千キロ。なるほど。出したくないんだけど。え、7000万キロ。小学生じゃん。7000万キロ。地球吹っ飛ぶわ。皆さん、値が大きいです。マジか。ちなみに、マッハ入ってます。ほう。ちなみに、マッハ1は1234キロ。マッハ15ぐらいじゃん、じゃあ。じゃあ、こんなんかもうマッハ1000とかや。ありえねえわ、普通に考えて。もう一回考えます。もう一回考えさせてください。そうだね。じゃあガイドから。はい、3000キロ。あー。なるほど。1700キロ。なるほど。1500キロ。おー。答えいきます。はい。はい。答えは、6174キロです。